は金曜日なので、サリが担当します。イェーイ !DJ サリー!イェーイ!みんなと、ファンのみんなと私で考えましたので。みんなと今日のゲームは、メンバー内性格格付けランキング。格付けしてる !19 個ぐらい、バババババって書いたので、やっていきたいと思いまーす。イェーイ面白いね。じゃん。はい。浮気しそうなのは、せーの。じゃん。私はもう自ら1位にしてますから。あ、ほんとだ。自分で分かってる。浮気するもん。だって発言的にもう、だって、一切、不正がいい理由が。じゃあ、あんちゃんから理由をね、どんどん。まあ、そうですね。1位のあんずはとりあえず、私自分で彼氏10人一緒に欲しいって言ってるので、まあ、浮気そもそも前提の感じなのでね、自分は1位なんですけど、ももちゃんは、なんて言うんだろう。なんかあんま男っ気ないじゃん。男っ気ない子が男にハマった時ってズブズブにハマると思う。怖っ。だからももちゃんに。でコヨちゃんは浮気っていうか乗り換えをしそう。別れずに。なんていうの。人にあんま興味がないから乗り換える時にズバッと行きそう。次の人を見つけたからじゃあねみたいな。確かにやりそう。条件だね。でサリちゃんはなんか。パッと見チャラそうじゃん。浮気しそうな感じするけど、こうやって一緒に生活してて、あ、結構真面目なんだなって思って。でもまあ、モテそうだから、誘惑が多そうだから、マリーちゃんよりは上。で、マリーちゃんはそもそも、浮気とかがめんどくさいから多分しないと。付き合うのもめんどくさいみたいな。だからもう、です。1位、サリちゃん。なんでなのかなーって。ね、サリちゃんはね、なんかいや同じで誘惑がね多そうでさ、やっぱモテそうだからだから鼻が高い人はいればいるほどなんか乗り換えちゃうのかなってね、心が揺らいじゃうのかなってちょっとね思いました。で2番のももちゃんはなんかね変態だからね、推しがね多そうだしね、なんかね多趣味だしね、いっぱいねこの分野ではこの人が好きでこの分野ではこの人が好きで、ね、なんかねそういう感じの浮気じゃないかなって気がしてて、で3番のアンズは、うん、でも同じで、なんか誘惑が多いから、モテるからね。そう、モテるから、なんか、なんとなくここにいるか。4番のマリーちゃんは、わかんなかった。わかんなかった。5番を自分にしたのは、そう信じたかったから、そう信じたかった。信じたかったね。私1位はあんちゃんで、まあ理由は一緒で、ノリがいいし、一緒にいて楽しいから、一緒にいたいなって多分思うと思う、男性は。まあ、元気になりたいって思う。男大好きみたいな。いい意味だし。男大好き男大好き男大好きとは言ってません。ごめん。女でもか。あ、本当ももちゃん以外。あ、本当ですか。あ、そうですか。ももちゃんは、こう、一途に見えるんだけど、この子も好き、あの子も好き、あの子の可愛いとこが好きとか、結構好きな部分が、ストライクゾーンが広いんだなって思ったの。自分の彼氏だったらちょっとなんか不安だな、みたいな。マリーちゃんは、タピオカとか、好きなものとかを、こう、ハムスター、いる家にいるよとか、え、セキセイインコ買ってあげようかとか、俺タピオカ屋さんやってんだよねとか、だから、好きってな、わかんないけど、なるかなって思ってる。食べ物で釣られて。子供じゃん。で、こやちゃんは、査定してそう、めっちゃ。好き好きって言っときながら、すぐ乗り換えるみたいな。私はね、もう1位はもう、これは、事実なんで、もう、事実ですということで終わりまして。事実。サリちゃんは、でもこれ1位、2位で2人とも共通するのがね、寂しがり屋の2人なんですよね。でもし、彼に、冷たくされたり、一人にされたりしたら、でもその彼のことは好きだからきっと別れないと思うんだけど、その寂しい時に埋めてくれる誰かは求めそうだなっていう二人。そのためのストックです。うん。が、1位、2位ですね。そうですね。3位自分で書いたの、でもね、割とね、書いた人たちと似通ってて、オタク面で言うと、愛の幅が広いんですよね。この子のここが好き。この子のここが好き。この子のここが好きとか、どれが1位って聞こえると、でいつもなるから、それってもうさ、なんか何番目とか決めてないからさ、誰と付き合うって言われても、誰とも付き合えないけどってなるから、そう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 、あ、まあ割と浮気症なんじゃないですかって思ったので、自分でね、そう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 、自覚あり、まあ付き合わないけどっていうのがなんか大前提だよね、一番決められないから、そう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 、マリコヨはこれまあどっちでもよかったなこの順位、マリーちゃんの方が好きなことに対してやったー
っていうのが、うん、結構あの純粋なので用意にして、こよちゃんはなんかもう、なんか誰にも引っかかんなそうじゃない出会えたらもうそこで奇跡なのではないかと。さゆりちゃんで、うん、詳しくですか、ね、詳しく聞かせていただこうか。やっぱわし花好きって言ってるからやっぱ鼻でそんな手好き好きって言ってるからなんか勝手になびいちゃいそう。鼻でね、あまあね、鼻なびきをしそう、鼻なびき、うん、それをもし今さなんか付き合ってる人ができた時に彼氏の前で言っちゃいそうだから、この鼻かっこよくないって言っちゃうと、うん、え、なんか気があるのかなって思わせちゃいそうだなって思います。ニーナ・アンちゃんは、まあ、自分でも言ってるのと、はい、あとやっぱりお酒をねよく飲みに行かれますので、らら、そういう場でのアバンチュールとかありえちゃいそうだなという、大人の恋愛しちゃうかもしれないね、まあ、サインの私はなんかわからんから、なんかどっちにでも転ぶかもしれないというあゆりのももちゃんはなんか人当たりがいいからそんな気がなくても向こうが勘違いしそう。愛のこよちゃんは向こうがなんかそう俺のことか好きかもって思っても絶対に多分なびかないので、すごい。おー、同じような感じだね。ちょっとモテるのは、モテるのは、モテるのは、じゃあ端から、はい、理由はですね、サリちゃんはまあ男女問わず人たらし。サリちゃん、ええ何、なんかね、悪意なくこう何も考えてないからこそその人の喜ぶことができちゃうから、サリちゃん自身がえって思ってるような人にもモテちゃう、優しくできちゃうから。アンズはなんかアンズはなんか悪意があってそうしてる自分で言う悪意のある人たらしい、うん、ももちゃんは特定の人にモテるのがうまい、うん、やっぱね、配信とかでもそうだけど、この人これ喜ぶなっていうのを的確についてくるから、なんかこうなんていうの、深く狭くみたいな、その人にめっちゃモテるみたいな感じ。でマリーちゃんはモテてるけど多分気づかないから、気づいてないのは数に入らないのかなと思って、妙に。でコヨちゃんは多分人に興味がないからモテようとしないから5位1位アンジュ、よっしゃー、まあ男が多い場所にいそうだと思う。褒められてどんなとこで飲んでると思われてホストとかだと思われてる。2番のサリちゃん。やった。でも見てるアンズ君と、なんかね、サリちゃんは、ね、なんか優しいから、そのね、なんかける言葉とかもね、やっぱね、その人がね、なんかね、こう言って欲しそうみたいなのがね、なんかね、なんか無意識になんか分かるのかなっていうのがちょっとあって、なんかキュンってさせてるのではないかなと思う日々。社員のももちゃんは明るいから寄ってきそうな気がしました。4位マリーちゃん。マリーちゃんはね、広く浅くではないけど、めちゃくちゃなんかドハマりさせそうな気がする。やばいしかみたいな感じの人がなんかそういう場所に行ったら、うん、こよかはそう、あんまりわからない、モテない、モテないね、あんまりモテないね、モテないと思います。モテたい、いや全然モテたい、はいはい、1位のあんちゃんはノリがいいっていうのと、一緒にいて楽しいっていうのと、大人な男性に対してとか私たちに対して欲しい言葉とかも言ってくれるし、分かってくれてたりとか、なんだろうな、うまい、これ褒められてる、これがうまいなって思う。私が2位に自分で入れたのは、自分で仕事取ってくることが多いじゃん。だからなんとなくその接待の仕方が分かるっていう意味で入れた。も、はい、ちゃんはそのあんちゃんと一緒で、特定の人にめちゃくちゃモテるし、癒しを求めたり、一緒にいてなんか笑顔になりたいって言ったら、もうももちゃんしかいないなって感じ、この中だったら。スパンクだったらももちゃんかな。そう、こよちゃん、マリーちゃんが一緒なのは、マリーちゃんはこちらモテると思うんだけど、そこをモテさせない感じが逆にいいみたいな、分かる、うん、落ち着いた女性みたいな。こよちゃんはさっき言ってた通り、きっぱりこう私じゃないのでって言っちゃうから、こう狙ってた人もないのでって言われるとこう引いちゃうじゃん。じゃあ俺無理か、じゃあこっちに行ってっていう意味でこのランキングでした。しっかりしてるって意味ね。1位はサリちゃんにしたんですけど、サリちゃん、そう、なんかね、人の喜ばせ方を知っている。え、そうかな。そう、なんかこういう相手にはこういう言葉っていうのをもうなんか
多分知ってて、あとね、うん、やっぱね、仕草がエッチ。ああ、そうだね。そこに限る。仕草がエッチ。仕草がエッチなのでモテます。はい。これ2位自分にしたんですよ。でも、理由ね、本当に一緒で、なんかね、あんちゃんと私で迷ったの、2位と3位を。うん、で、でも、あんちゃんは、先に3位になっちゃうけど、うん、あんちゃんは、こう、割と自分から行くっていうよりは、もう、パーっていう発してて、それに憧れてくる人が多いから、あーそうかも、うん、でも私の場合は、この人に好きになってほしいとか、この子と仲良くなりたいとか、なんか、この場で私好かれたいとか思ったら、もう、全力で、パーってやるから、うん、なんか、人数的なことで言うと、私の方が多いのかなと思って、自分を言いました。4位が、こよちゃんに言われた。うん、こよちゃんとマリーちゃんも迷ったんだけど、なんかこよちゃんの方がなんか行こうかなってこうなんかたまにさ、なんか抜けた面もこう見えると、なんかあ、一般的な面だっていうのがなんかレア感ね。そうそう、なるほどね。なんか俺だけが見たいって、俺だけがそれを見たいみたいな、そうそうそう、うん、人がなんか出てきそうだなっていうので、うん、なんかちょっと4位にしたんです、うん、5位マリーちゃんにしたのはなんかね、モテるっていうよりもなんかもう崇拝になっちゃっても、なんか見てる人が多いそうなイメージだ、ね、あー、なんかマリオタクみたいな、本当にマリーちゃんが好きっていうより、もうマリー、マリーいいよね、わかるわかるっていうなんか隣同士で盛り上がっちゃうみたいな、マリーちゃんに好きっていうよりも、え、可愛いよね、あの子、わかるわかるっていうので、なんか高嶺の花的な、そう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 、一位のあゆちゃんは、まあ、私も異性だけじゃなくて、もう老若男女、カリスマなので人が寄ってきますよね。で、ニンのサリちゃんは、やっぱ仕草が、男の人が好きな仕草が多いと思うし、髪の長さも上手に使っているところとか、やっぱりそうですね、さりげない感じで、なんか誘惑してないんだけど、本人は誘惑しているように見えるっていう。一人のモモちゃんはいつもね、やっぱニコニコしてて、可愛らしいから、近寄ってきやすい、みんなが。気になって気軽に話しに行けるかなっていう理由で3位です。4位のこゆちゃんはやっぱギャップがあるよね。なんか興味なさそうに見えるけど、たまに抜けてるところとかがちらっと見えた時に、え、こういう面があるんだ、え、気になってしまったってなってやってくる人がいると思って4位。5位の私はちょっとやっぱ自分で言うのもあれなんですけど、たまにわからん。たまにわからん。振り立てない。たまにわからんから、その、変なとこ見てたりとかするから、やっぱそういうとこ見ると、こいつやべえじゃんってなるかなって思って、すごいですね。なるほどね。いや、全部納得できる、うん。意外とみんなね、正確にちゃんと説明してくれるからね、うんうんうん、嬉しい。